緩和ケア早期から緩和院長です。死ぬ時に後悔すること5という動画を以前出させていただきました。非常にたくさんの方からコメントメッセージありがとうございました。本当にたくさんの方に見ていただいてですね、参考になったなどの声を多数頂戴しています。で、私緩和ケア医というものをしておりまして、症状を和らげる治療あるいはお話を聞いて不安を解消したりとか、一緒に病気について考えてよりよく生存するために、あるいは生活の質を上げるために何ができるのかということに関して、一緒にたくさん相談する機会をこれまで持たせていただいてきました。がんの患者さんは3700人以上、終末期の方ですね、もう2000人を超えているというような状況です。その中で死ぬ時に後悔することは何かということを、これ以前私著作でもこれを紹介したことがあって、死ぬ時に後悔すること25という本があるんですが、これは世界で55万部出たんですね。日本でも25万部以上読まれているというような形でして、こういった死ぬ時に後悔することのいわば専門家が私でもあるわけなんですが、死ぬ時に後悔すること5ということで、これを皆さんにお伝えしたいと思います。それで5項目なんですけども、早速挙げていこうと思います。死ぬ時に後悔すること5の5番目から言ってみますと、5は感情にとらわれた時間を過ごしたことなんですね。これ考えてみればわかると思うんですが、私たちはそうは言っても人間というのは基本的には楽観的な生き物だと思うんですよね。そんないつか死ぬということを誰もが認めていても、それが今日明日あるいは近々にやってくると、そんなに思ってないですよね。もちろん様々な精神状態とかその他で自分が近々に死ぬんではないかと、そういうことを心配される方もいるとは思うんですが、多くの場合人が死ぬということを言っていたとしても、口にしたとしても、それがすぐに起こるものというふうに体感していないこと、これは多いのではないかと思います。そのためですね、割と最後がいつ来るかあまり想像していない方と比べると、やはり末期の方とか重い病気を持っていらっしゃる方っていうのは、いつ最後が来るのかということが比較的脳裏に思い浮かぶものなんですね。そのためですね、私これ何度も聞いてきた言葉があるんですね。それは、先生、感情にとらわれるのは馬鹿げてますよって言うんですね。で、ある方はですね、もう本当にもう日常のいろんなことが腹が立って仕方がなかったようなんですよね。例えば近所付き合いとか、その他もろもろ、夫との関係だったりとか、様々なことが、これ60代の女性で末期のがんの方だったんですが、すごいいろんなことが、むしゃくしゃしたりとか、思うようにならないことが多いですからね、腹が立ったりと、そういうことがあったわけです。しかしですね、先生、余命があと何ヶ月って思ったら、そうやってもうなんかちょっとしたことで怒ったりするのって本当に時間の無駄だと思いました。もうバカだったです。こんな時間が限られてると知ってたら、そんなこうつまらないことで悩んだりとか怒ったりとかする前に、もっともっと自分がやりたいこと、そういう心の声に耳を傾けてやればよかった、そういうふうにおっしゃったんですね。で、これ本当にそうです。私たちは割と明日がずっとあると思ってるんですね。そのため、ちょっとしたことでなんかイライラしたり、あるいは悩んだりすること、これは当然そうだと思うんですが、しかしですね、これ考え方が、余命がある程度限られてるっていう自覚する方からすると考え方が変わるんですね。例えば3ヶ月あるいは6ヶ月、そういう時にちょっとしたこととか、そういうことに悩みますかっていうことなんですよね。そしてまた負の感情にとらわれるよりも、残りの時間をより良くすることに意識が注がれると思うんですよね。見え方っていうのが変わるんですね。しかしですね、いつ最後を迎えるか、これは誰にも分かんないわけなんですね。そのため、もしかするとちょっとくだらないことで、本人からすればね、くだらないことじゃないわけですけど、悩んだりとかイライラしたりとか、いろいろそういうのがあったとしても、これもし余命があと3ヶ月6ヶ月だったら、同じことで本当に悩むのか不安になったりするのかということなんですよね。で、その方はおっしゃってたんですね、そういうわけで本当にバカなことをしたっていうふうにおっしゃってました。ただですね、私はじゃあ、できるだけ残りの時間がそうじゃなくなるといいですよねっていうことをお伝えしたんですね。それが先生なかなかできないのよ。でも私の中で考えは変わってきました。なんとかそうしますと言って、その方は残り3ヶ月くらいだったんですけどね、その間やりたいことを好きなようにですねやられて、最後の時間を迎えられました。本当にですね、時間っていうのは限られているので、今自分自身にとってすごく大きなものだと思っていることが、もし本当に余命があと何ヶ月だったら、本当にそれ悩んだりするのか怒ったりするのか、それを考えてみるといいと思います。非常に様々な情報が出回ってますから、
特定の情報にすごく執心してしまってですね、それが原因で自分とは反対の立場をすごく攻撃したりとか、もう腹が立って仕方がないという方、これ少なくないんですね。ただですね、こんな人のことを恨んだりとかするのって本当に時間の無駄だと思うんですね。様々な情報に踊らされて自分と反対の意見を持つ人がものすごいムカムカするって、これ個人単位で言うと、もし寿命があと3ヶ月だったら同じことでイライラしますかってことなんですよね。もちろんイライラすることもあるのかもしれませんけども、それよりも残された時間、限られた時間というのをより良くすることに意識が注がれるのではないでしょうか。そういう意味ではやはりこの感情にとらわれないこと、これたくさんの亡くなった患者さんがおっしゃってた言葉ですけども、もう一度考えてみることがいいのではないかと思います。はい。で、二つ目なんですけども、二つ目は外出しなかったことなんですね。で、これはそうですよね。確かに何か病気があったりすると、慎重になる気持ちというのはよくわかるんですね。よく聞いた言葉として、なんかもう先生どんどん体が弱ってきてしまって、そういうふうに、実際に体がそれで動かなくなって弱ってしまう方もいるんですが、それ以上にですね、これしっかり体を動かすということ、これはですね、心身の機能をよく保つことにもつながってくるんですね。で、これ心身と言いました。これ体ばっかりじゃなくて、体を動かすということは心にもいい影響を与えるんですね。どうしても家にいてあれこれ頭脳労働者になってしまうと、あまりいい考えというのが湧いてきません。体を動かすことによって意識がこの内側から外側に向くことによって、非常にそれで体が楽になったりということもあるんですね。一日中体のことばっかり考えているとだんだん痛くないようなところが痛くなってきたりとか、些細な不調も命に関わるのではないかと不安になったり、さまざまな不安というものが出てきたりするものなんですね。そのためむしろ考えない時間を作るためにも、これただ考えないって言って考えないものじゃないので、体を動かしたりとか何か打ち込めるものを持つことによって意識を上手に振り向けていくということが重要なんですね。で、その時に体を動かすということは単にこの身体の機能をより良く保つばかりじゃなくて、心にもそういうわけでいい影響を与えるということなんですね。というわけで、しばしば聞くのは慎重になりすぎてしまって、例えば人がいないような時間帯とか、本当はリスクが低いようなことまで自粛してしまったりして、それで身体の機能とか、あるいは心にも影響を与えてしまっているようなケースというのが、これが少なくありません。そのためですね、もちろんしっかり対策をすれば可能性というのはすごく減らしていけると思いますので、動かないということをなるべく減らしていくということが必要ですよね。どこにも行けなくなって本当にこれ残念な時間ですというふうにおっしゃられる方もいらっしゃいました。ただしですね、私はなるべく相談を受けた時には可能な限りでいろいろ外出などに関してもできるように一緒に考えてきました。気をつければできることはあると思うんですね。そのため今最後に行きたいところに行けなかったっていうような方が少なくなく存在してるんですね。行きたいところに行くということも重要なのではないかと思います。で、ある方はですね、もうずっとご両親のお墓に行けてなかったっていうんですね。先生どうかなっていうふうにおっしゃるので、しっかり対策をして、気をつけて行ってみたらどうですかって言って、行かれたんですが、そして結果的にその後で帰ってこられて、そしてしばらくして亡くなられたんですが、本当に良かったと言ってました。自分も父や母にまた行くからねって挨拶できて、なんかちょっと不安が減ったよね、そういうことをおっしゃってました。ただやはりそういった体を動かすことによっての心身へのいい効果や、あるいはこうやって悔いが残らないためにも行きたいところに行く、そういう機会を持つということも重要なのではないかと思います。で、3番目ですけど、会いたい人に会わなかったことっていうのがあるんですね。で、これ未だに大きな問題になってますよね。どうしても面会などが難しくなっていて、今最後の時間なかなかご家族に会えずに過ごしているような方、これが少なくないんですよね。もちろんこれいろんなやりようはあると思うんですよね。会いたい方に会えない、ご家族に会えないで最後の時間を過ごすというのは、これは本当に辛いことですから。で、ある方、これ介護施設に入られていた女性の方なんですが、がんの終末期という状況になってきたんですね。で、その時期、感染というのも広がっていたので、非常に難しい状況でした、面会がですね。なので、息子さんいらっしゃったんですけども、こういう状況ですと。で、余命としては限られてますと。で、もちろん、施設ともよく相談して、会える時間をなんとか設けられるといいですねっていうことをお伝えしました。そうするとですね、これ、施設の看護師や施設の管理者、そしてまた施設の職員さん、これ素晴らしかったんですね。私以上にですね、しっかりその末期がんの女性の余命というものに関して、これ感じ取るものがあったんですね。これはいよいよなんじゃないかと。そういうふうに感じて面会の許可を与えたんですね。で、もちろん息子さんとしても、それ感染を絶対持ち込んでいけないというのは分かってますから、しっかり対策をされて、それで面会に臨んだんですね。それでですね、何回か亡くなる前ですね、お会いすることができたんですね。特に亡くなる前日ですね、に息子さんもお会いすることができたということで、
まあ、本当にこれ息子さんも良かったと思うんですけどもね。ただお母さんもやっぱり息子さん来ると違うわけですよね。やっぱりお母さんにとっても悔いが少ない最後につながったのではないかと思います。まあ、なかなか家族に会えないで孤独に最後の時間を過ごすというのもこれは辛いものですからね。まあ、なのでやはりできるだけこの会える時間というのをうまく作っていくこと、これは必要だと思いますし、なるべくそういうのが可能になるような術を探っていくこと、これが後悔が少ないことにつながってくるのではないかと思います。これ本当に難しいんですけども、なかなかやっぱり最後の時間に会ったりする、別れを告げたりするってこれ結構難しいことなんですよね。で特に例えば、まあ、一般の時であっても、まあ、例えば自分が衰えた姿とか変わってしまった見た目っていうのを見せたくないということで、これやっぱり会いたくないっていうような方もいらっしゃるんですね。そういうわけで健康な者同士でもいつまた会えなくなるかどうかわからないというのがこの世の中なわけなんですが、だからこそやはり会いたい方にはやり方を十分考えてうまくやっていくことで、先ほどの例のように最後の時間ちゃんと息子さんとお母さんで時間を持つことができたというような、そういうところにつながってくるのではないかと思います。これはもちろん医療者とか介護者とか一緒になって考える必要があるところだとは思うんですけども、ちゃんとご本人とかご家族に関してもそういうことに意識を持っておくことで、最後の時間後悔が少ないところにつながってくるのではないかと考えます。はい。で4番目なんですが、これは療養場所を考えなかったということですね。でこれ実際私も何人か相談に乗って、これ重要なのは緩和ケア、症状を和らげることが得意な医療者のいる施設を選びましょうということなんですね。でこれ私も、まあ、幸いにしてですね、これ今のところ最近失敗しないのでという感じに住んでるんですけども、やはり最後しっかり苦痛を取ってくれたりとか、あるいはご本人とかご家族の希望を叶えてくれるような医療者がいる施設にいるかどうかでこれ大きく変わってくるんですね。である方はなかなか前の施設だと希望を超えてですね、点滴をしたりとか、なかなかコミュニケーションが難しかったりということで、最後の時間が決していいものとは言えなかったようなんですね。ところがですね、私も十分相談に乗ってですね、緩和ケア病棟に移ることができたわけですね。そうするとですね、緩和ケア病棟というのは、がんの終末期の場合に希望に沿ったケアというのを、してくれるところでありますので、生活の質がかなり変わったというんですね。面会の時間もよりよく持つことができて、家族水入らずの時間を一緒に持って、そして最後穏やかに亡くなっていかれたということなんですね。でこれ世間で思われている以上にちゃんと緩和ケアができる施設にいるかどうかということで、これ全然違いますので、よく後悔の話を聞きます。最初からこういう緩和ケアができるような施設、あるいは医療者の方に関わってもらってたら、これ本当に重要なことですから忘れないでいただけたらと思います。緩和ケア、これがんの防災で有名な押川翔太郎先生、また概要欄にリンク貼っておきますけども、腫瘍内科医の押川翔太郎先生とコラボをさせていただいたんですが、そちらで緩和ケアに関して2時間半の分量がありますけども、徹底的にお伝えしてますので、ぜひそちらの動画もご覧になっていただいて、いろいろ緩和ケアの医療者がかかってくれると、これ緩和ケアの医療者っていうのは引き出しが多いんですね。亡くなっていく方とか末期の方の生活の質を上げるためのさまざまなサポートの手段というものを持っていますので、ぜひ緩和ケアに通じた医療者に最後見てもらうように、そういうふうに前もって準備をしておく、早期からの緩和ケアというのが重要なので、これを忘れないでいただけたらと思います。はい。そして5番目なんですが、そしてそれがナンバーワンでもありますけどね、これは感謝を伝える、ありがとうと伝えるっていうことですよね。これでもおかげさまでというか、私死ぬ時に後悔すること25という本を出したのはもう12年前なんですが、もうこの江戸が一回りした12年経ってだいぶ変わりました。昔はですね、やはり最後というのが急なことが多いんですね。割とがんの方の場合っていうのは比較的途中までは緩やかなんですが、最後が早いということがあって、この急であるがゆえになかなか最後、自分の感謝とかを伝えずに過ごしてしまうということが、これがあったわけですね。で、これありがとうっていうの実は結構大変で、私自身も祖父が亡くなった時に感じたんですが、特に私は見知らからというのもあるのかもしれませんが、ありがとうというふうに伝えることによって、これもう最後だなというふうに思われてしまうんじゃないかと、そういうふうになるわけですね。何か別れの挨拶のようであって言いにくいということ、これ自分が当事者になって気がついたことなんですが、なかなか言いづらかったんですね。しかしですね、意を決してありがとうといったところを、もう待ってましたというばかりにこう手を伸ばしてくれて、それでこう、未だにこのぬくもりは忘れないですけども、ありがとうと言って別れたんですね。何人も最後ありがとうという言葉を伝えていかれた方がいました。ありがとうは自分自身の人生への感謝でもありますし、残された方へのエールでもあるんですね。ぜひこのありがとうという言葉、これ
ただ健康なうちから重要してくれるのが重要だと思いますので、ぜひこれを伝えていただければというふうに思います。やはりというか、まあ、私が知っている方は皆さん早めから準備されていて、自分が最後こういうふうに過ごしたいということが明確化されている方が多かったんですね。まあ、そのため、まあ、これご本人しか究極的には分かりませんけども、しっかりやるべきことをやって、できるだけ悔いが少なく行かれた方が多かったのではないかと思います。で、そういう方の中にですね、まあ、50代の女性がいて、でその方は娘さん一人だったんですね。でご主人はいないという状況でした。まあ、そのためですね、もう早くから娘に全部残してあげたい、やれることはやっておきたい、まあ、そういう思いが彼女にとってすごくあったんですね。まあ、そのため随分と早くからですね、もうとにかく自分のことより娘とあとは母親のこと、この2つ、これが自分にとって最後の宿題ですということで一生懸命頑張っていらっしゃったんですね。で、これ本当に、まあ、人間ってのはやっぱりすごいですよね。無治療の状況になってから、普通だったらもっと早く亡くなっていてもおかしくなかったとは思うんですけども、まあ、彼女の熱意は全てですね、まあ、そういった準備、まあ、もちろんこれは社会的なことばかりじゃなくて経済的なことも含めて全て準備して最後旅立っていかれたんですね。彼女はやるべきことを全てやってましたから、まあ、私にもですね、本当に早い段階で、まあ、先生本当にありがとうございました、準備ほとんど終わりました、まあ、そういうふうにおっしゃってました。まあ、そしてまた、まあ、彼女のことですから周囲にもですね、しっかりお別れを告げて、まあ、最後を迎えられたんですね。本当に自分のことよりも、まあ、人のことを優先した、まあ、最後の時間だったと思います。最後の複数年ですね、本当に彼女は、まあ、家族のためということを最優先して、まあ、その人生というのを終えられたんですね。ありがとう、もちろん彼女は伝えていかれましたけども、しっかりとですね、まあ、先を見据えて準備をすることで、まあ、人はこんなにもちゃんとやるべきことをやれるし、そしてまた人のことを思いやるということはこんなにも強いのだということを再確認しました。もちろん最後が見えているからこそありがとうというふうに伝えられるのかもしれませんが、まあ、しかしまだ明日がずっと続くことを考えている状況で亡くなっていく方と同じようにありがとうというのを伝えるのはそれは難しいことなのかもしれません。まあ、しかしですね、明日がいつ終わるか、これは誰にもわからないということを考えると感謝の気持ちを持って生活をしていくということを、これはすごく重要なことだと思いました。やはり見え方っていうのが違ってくるんですね。健康な時だと当たり前のように思えて別に感謝の気持ちも湧いてこないようなことも、また残り時間が限られていると思えば見え方も変わってきます。まあ、ある40代の男性はすごくですね、窓の外を見て本当に先生外って綺麗なんですよ、まあ、おっしゃってました。まあ、それはですね、彼がもう外には戻れないということを覚悟したからなんですね。普通に外を歩くということ、これがどんなに幸せなのかということを最後の時間を迎えるに及んで知ったわけなんですね。はい、なかなかこれ完全にただ亡くなっていく方と同じような気持ちになるというのは難しいと思うんですが、まあ、しかしですね、彼ら、彼女らの、まあ、10分の1ぐらいはもしかしたら気持ちを持てるかもしれません。本当に生かされてきたんだということが分かりました。まあ、その全てをやり終えて、まあ、旅立った彼女もおっしゃってましたね。本当に生かされてきたんだと気がつきました。そうなんですよね。本当に私も医者の生活20年超えましたので、まあ、一番小さかった子は2歳です。2歳で、まあ、末期になって、まあ、最後緩和ケアを受けて亡くなられた方もいます。まあ、一番上はもちろん100歳を超える方もいました。ただそうやって2歳だったりとか、10代だったりとか、まあそれでも、まあ、少数ではあるんですけども、旅立たれた方がいるんですね。まあ、それを思うと、まあ、少なくとも今まで生きているわけですから、そういう感謝を胸にですね、まあ、しっかりとできることをやる。そして、いざ最後の時間が来た時も悔いが残らないように、そうやって自分自身の人生を良くしていく。こういったことが必要なんだと改めて思いますよね。まあ、なかなか健康な時に気づくというのは難しいのかもしれませんけども、少しでもそういうことに思いを馳せてですね、一人一人の人生がより豊かになることを願ってやめません。はい。このようなことを気をつけていただければ後悔が少ないと思いますので、ぜひこれで後悔がない人生をですね、みんなが送れることを祈っています。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ皆さんまた。